ファイティングネクサスフライ級のチャンピオンになりたいと思って参戦します。ファンクラスに今ずっと出てたんですけど、プロ生活も長くなってきた中でいろんな団体に出ることによって注目されることもあるのかなと思ってファイティングネクサスさんに出させていただくことになりました。相手が怖いっていうのはないですかね、はい。初めファンクラスで試合をしてたんですけど、まあ、なかなか勝てずベストに出て、まあ、ネクサスの方に出させてもらってる感じですね。もともと始めたきっかけは MMA をやりたくていいなと思ってたのもあるし、あと身近にキャットさんが出てたので出させていただいたっていうので、ベスト時代は選手はなんか寝技自体の人がちょっと多いなってイメージがあって、ネクサスはまあトータルできるみたいな感じがありますね。もちろんビジョンはありますけど、一戦一戦次の相手に勝つということだけ考えて今はやってます。まあ、勝ってお互いにすぐにタイトルマッチだとか挑戦できるっていうのは全く考えてないですけど、これ勝つことによってフライ級の王座戦に名乗り出られるうちの一人なのかなというイメージではいて、別にこれ勝ったからどうこうっていうのは全然思ってないです。1戦目は約2年ぶりくらいの試合だったので、まあ、緊張してましたけど思いっきり言ってたので一段と言おうという形で終われたので良かったですね。昔からやってる選手だと思うんですけど、最近の試合はまあ打撃主体でアグレッシブな選手なのかなという印象です。今後にそのタイトルとかそういうのに繋がるって考えたらいい勝ち方をしたいとはもちろん思うんですけど、自分のやってるスタイルだとか信念だとかっていうのは変わるわけではないので、同じような感じでいくのかなと思います。とにかく正直何でもいいんで勝ちたいです。作戦という作戦はないですかね、まあ、打撃に行って、もし危なかったら寝技っていうぐらいなので、ちょっと練習も多くして体がすぐ動けるようにっていうのもしないといけないので、体に覚えさせてやるって感じですね。でも銀久保選手ってやっぱ強いので、やっぱこれに勝ったら自分の評価もだいぶ上がると思うので、ベルトを取るためには戦わなくちゃいけない相手だと思ってるので、ちょっと分かってますけど、まあもちろん自分の方が強いと思ってるので、そこは相手のペースに付き合わないで自分のペースで戦うってことですけど、ね、今回僕がファイティングネクサスに参戦させていただくことになって、小林選手来るかっていう感じで全然今まではやると思ってなくて、まあ正直僕の方がキャリアはすごくありますし勝ちも多いと思うので、まあ全然当ててもらってありがとうございますぐらい感じで、まあここサクッと、まあ、1本ですかね。あ、今回、まあ、勝ったらキャットさんが出ると思ってるので、そのキャットさんと試合をできるのかなので、まあ、しっかり今回も1本 KO を狙って ですね、その後キャットさんに食べたりよりアピールしたいと思います。昔から知ってる選手ではいますけど、小林選手やるのかという感じで舐められたとは思ってないですけど、結構そういう選手団体側は当ててくるんだなと思って、僕キャリア長いんでプロ生活も長いし、小林選手よりもいっぱいやってると思うんで、そこはまあ全然余裕です。普通にサクッと、まあ、1本ですから勝って次につなげていけたらなと思います。最近思いっきりパンチとか出てくると思うので、 KO できる自信もあるし、あの、まあ、狙われたら皆さんとかで、まあ、1本取れる自信もあるので、そこをつなげてほしいなと思って、まあ、しっかり勝ちたいと思います。